質疑のある方は順次発言を願います。牧野貴男君自民党の牧野隆夫でございます。橋本議員は今回の不記載の問題で、これまで記者会見を開いてないと思いますが、今回、この政治日大会に出席をされました、今回出席された理由をお聞きしたいと思います。 橋本聖子さん私は長年にわたりまして、政治家としての活動をさせていただきました、その中で、先ほども申し上げましたとおり、参議院、自民党の議員会長を務めてさせていただき、責任ある立場を担わせていただいた者の一人として、説明責任を果たすべきだと申し出をいたしました。そしてまだ 記者会見をしていないというお話でありますけれども、今年明けましてから、この政治倫理審査会が開催されるであろう、その可能性は十分に高いというふうに言われておりましたので、私は心の中で、それが開催されるならば、説明責任を果たすべく申し出をしたいというふうに思っておりましたので、そのことが決まってから、 しっかりと報告をしたい、その思いで今日までに至ったということであります牧野隆夫君、まあ。今回のです、ねえー、政治資金の収支報告への不記載が、まあ、組織的に長年行わ,行われてきたということについては、えー、自民党の7割の議員は関係をしておりませんので、まさかその議員からするとこんなことが、 今時というか、今、もう行われていたというのは驚きでありまして、正直に申し上げれば、呆れております。さて、橋本議員は平成7年、1995年に初当選をされて、在職年数29年という長いキャリアをお持ちです。この悪しき観光はいつから始まっていたのか、ご存じだったら、教えていただきたいと思います橋本聖子さん。 大変申し訳なく思っておりますけれども、この清和政策研究会が行われていた観光的な資金の流れについては、この報道を知って、私は初めて知ることになりました。ただ、長年にわたりまして、政治活動をし、そして、清和政策研究会にメンバーとしての一員を担わせていただいている中で、全く知ることがなかったということに関しては、大変心苦しく責任を感じております。 牧野貴君先ほどの弁明の説明では、還付金はご自身の政党支部で、派閥からの寄付ではなくて、橋本議員からの借入金として処理をしていたということでありましたけれども、これについて、会計責任者から全く報告はなかったんでしょうか橋本聖子さん。 この問題が発覚をしまして、私が担当者に確認をしてから、借入金にしていたということを初めて知りました。清和政策研究会からの事務局には、掲載はしなくていいというようなことは言われておらず、政治活動として使うようにと。 いいいうふううふに指示を受けていたということこがあります政治活動として使用、使とは明確にしなければいけないということから、便宜的に借入金として計上し、適切に処理をしたいということの中から、そのような処理を取ったということの報告を受けました牧野隆雄君あの。今のお話ですとあの のち、えー、に聞いたということで、その間は、えー、会計責任者から報告を受けてなかったということでいいですね。橋本聖子さん、はい、そうです。牧野隆文、まああのその借入金でございますけれども、まあ三年間でまあ二千万円といいますと、まあ二千五十万円といえば、まあ多額な借入れになると思いますけれども。 あの先ほどの説明ですと、まあ、政治活動に使えたということでありますが、どのような政治活動に使えたのか、お聞きしたいと思います橋本聖子さん。政治活動をとして、えー、明確に周知報告に計上をして、えー、使途をつまみらかにしておりますので、今までどおりに、えー、詳細に記載をあの公開をしているところであります牧野隆夫君。 まああのえー、先ほど来からというか、これまでの、えー、衆議院の政治審査会でも、まああのえー、主に野党の、えー、委員から質問があったんですが、あのえーまあ、ちょうど令和元年といいますとあの、えー、選挙があった年でございます。ですんですの、えー、それは、えー、選挙の、まあ 費用ではなくて、別の政治活動ということでよろしいでしょうか橋本聖子さん、はい。政治活動のみに使っております牧野隆雄君こ、まあね。これまでの衆議院の整理審だったり、これまで整理審で、えー、ご発言をされた方たちの記者会見等ではです、ね、派閥の事務局長からの指示で、 えー、各事務所が不記載にしたという発言があの、えー、ほとんどでありますけれども、なぜ、えー、各議員とか、ですね各事務所が、えー、この事務局長さんからの指示に疑問を持って、えー、法律の取った処理ができなかったということを、えー、できなかったのか、あーお考えがあればあの、教えていただきたいと思います橋本聖子さん。 このようになっただ、私の事務所といたしましては、領収書はいらない、ただ、掲載をしなくていいというふうには言われていなかったということと、同時に政治活動として使うようにというふうに渡されていたために、政治活動に使うためには、 資質をしっかりりとととととつままみらかにししななけければいけないいいいううここでで処理をてたあす他の事務所の方々が、どのようにその、政和政策研究会の事務局から言われていたのか、そしてそれをどのように解釈をして、それぞれがそれぞれの解釈の仕方で処理をしていたのかということは、私は存じ上げませんけれども、少なくても私の事務所としては、 明確に記載をし、そして政治活動費として、えー、つまみらかにした上で、えー、使用させていただいておりました、はい、野孝男君あの先ほどの、えー、説明ですと、えー、橋本議員本人は、まあ、会計処理について、まあ、一連の報道後に、えー、事務所に確認して、えー、初めて知ったというふうに、えー、述べられましたけれども。 ご自身の政治的、えー、また道義的,的な責任をどう考えていらっしゃいますか。橋本聖子さん大変重く受け止めております、これだけの問題が発覚をし、そして国民の皆様に対して、大変な政治への不信を抱いてしまったということ、これは取り返しのつかないことでないかというふうにも思っております。これかからしっかりと 一つ一つ丁寧に説明をしながら、国会議員として負託を得た者として、しっかりと努力をして、政治信頼の回復に努めていかなければいけないというふうに思っております牧野隆夫君。まあこれはあのたびたび言われることなんですけれども、まあ、現在の政治資金規正法では、 会計責任者が刑事訴追をされても、まあ、政治団体の代表者である、まあ、政治家が罪に問われることがほとんどありません。えー、自民党では今、あ政治刷新本部で、えー、連座制を含めて法律の改正案をまとめる作業を行っております。えー、橋本議員は、この政治資金規正法の改正について、どう考えているのか、伺って質問を終わりたいと思います橋本聖子さん、はい。 まず一人一人の国会議員が襟を正して、しっかりと自らの責任を得ながらやっていかなければいけないのと同時に、このような状況の中でありますので、国民の皆さんの不信を抱かないためにも、不信を回復させるためにも、厳しい改正というものは必要であろうというふうに思っておりま終わるな、あと5分残ってるや。<laughs>